はいはい、こんにちは、アレです。ゴッドイーター3やっていきたいと思います。今回は6つ目の教習討伐ミッション。ランク7をクリアしたら出る最後のね、教習討伐ミッションになっております。作戦名は黄昏。対象討伐が右でオーディンですね。オーディンの強化版となっております。設定としては、量産化されたオーディンが荒神化しちゃったそうです。弱点も攻撃もね、両方とも神属性となっております。それではやっていきましょう。はい、やっていきましょう。やることはね、他の怪異機種、強襲討伐ミッションと同じです。弱点を狙いつつ、バーストを維持して戦いましょう。マップはね、ボスのオーディンと同じマップになっております。BGM はね、前作の契約の時に流れた曲と同じですね。同じっていうかアレンジになっております。頭が弱点になっているのでしっかり狙っていきたいと思います。データベースによると前足をね、浅い属性で殴ってあげるとダウンするそうなので、浅い属性を持っている武器の方はぜひね、殴ってあげるといいと思います。残念ながらカマにはついていないので頭だけを殴っていきます。攻撃の種類は特に追加されていないですね。気をつける攻撃はちょうど今やっている2つですね。両前足を持ち上げて叩きつけと、両手から黒いモヤモヤを出す技ですね。両方ともしっかりガードしてあげると時間を稼がれずにダメージを稼ぐことができます。この攻撃はね、いかに避けるかがポイントなのかなと思いますが、引かれてしまっては元も困りません。こんなのもね、当たらずにしっかり避けていきましょう。バーストを維持しつつ頭を狙っていきたいが、なぜかスタミナが切れている。こんなことで切れるのは初めてだ。股の間に入ってしっかり回避しつつ頭を狙っていきますと。そろそろ壊れてほしいんですが、もうちょっとかな。両足ついた瞬間にはもう判定が発生しているので、空中にいてもしっかりガードしてあげましょう。ガードしないとね、吹っ飛ばされちゃうので戻るのに時間がかかってしまいます。頭が壊れたのでどんどんね、殴っていきましょう。剣で殴るのもいいですが、銃撃もね、なかなかいいダメージが入るので積極的に当てていきましょう。結合崩壊後だと安定して1000とか2000ダメージ出るんじゃないでしょうか。まあ、スナイパーの場合ですね。レイガンとか他の銃はちょっとわからないですが、同様にダメージは伸びると思うので積極的に当てていきましょう。誰かが外にいると遠距離技をね、比較的使ってきてしまうので、あんまり外にない方がいいかと思います。最後に気をつけたい攻撃は、そうですね、まだやってきてないんですけど、上からあの雨みたいなのを降らしてくる技ですね。アヌビスや通常種のオーディンと同じ技になっております。あれ、なかなか見た目に反してダメージが大きいので気をつけてやっていきましょうね。ダウンしたので攻撃していきたいですが、ちょっと気づくの遅かったですね。頭を狙っていきたいが、お、ダウンが取れました。使っている弾はお店で売っていた爆発狙撃弾と、あとは吸着狙撃弾の少し爆発を多めにカスタマイズしたものになっております。今回からね、バレットフリットが変わってしまったので持てる弾の数が制限されていますが、そんなね、撃ってる暇がないのでポイントコストを200使わないぐらいのものを5発から6発持ってあげるのがいいのではないかと個人的に思います。その分ね、殴って OP を貯めて銃を撃ってしまった方がきっと効率よくダメージを防ぐことはできるのではないでしょうか。そうこうしていると時間がそろそろやばいが倒せるのでしょうか。銃で稼ぎたいが、なぜかこのタイミングで来てしまった。ガードすることはできないが、頭を取れたらよしとしましょう。捕食してバーストを維持して、
そうこう話していると討伐完了ですね。よかったよかった。この黄昏のクエストからしか取れないレシピもあり、こいつオンリーの素材もあるので、しっかりね数をこなして武器を作りたいと思います。じゃあ報酬を見て終わりにしましょう。残念ながらハマーは出ませんでした。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。